俺ちっちゃかな、何事も
何がトーマ、何がトーマ、トーマトーマ、何がトーマ、トーマトーマ、トーマトーマ、何がトーマ、トーマトーマ、トーマトーマ、トーマトーマ、何がトーマ、トーマ、何が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 トーマ、何事もの英語。ナッシングね。うん。ね、エブリスイング。エブリスイングはちょっと。エブリシング、エリシング。7にやるとステレオで聴けるんだよね。7にちょっと今転送して、そうすると今これモノラルの音だからよく分かってないんで、ミックスがね本当にこれで圧が合ってるのか分かんないんで、この後でねバランスでモノラルだと分からない、本当にいざ YouTube アップするとバランスおかしいから、1回7で確認してやれて、今7で再生する。これ今上がったもんで、今これね上がったもんで、今例えばどうかなっていうね、今 PC だからステレオで聞けるんだよね。やっぱ声が奥に引っ込んじゃうんだよね。低音が強いよね。
まあ結局ベースが強いんだよね。ベースが強い、表ですっごい圧迫してるもんでこんなふうになって、結局ね、それまあ、そのこのパソコンの出力の違いね、バランスの出力のイコライザーの違いだけどさ、それはね、他の人がスマホとか聞いたらまた普通全然変わってくるし、聞こえ方が。いや、僕としては一番聞かせたのはベースの音なんで、この曲で、結局はこの曲のいいところはベースだから、一番最初に作ってるし、正直ボーカルとかコーラスはもうあんまりおまけなんで、ベースが良かったんで、ベース重点の置いてる時点でもうベース出てるから全面に、まあいいかなと。優先順位ベース1位で、2番がドラムで、3位ギターぐらいのね、この曲はそうかな、なるかな、やっぱいいんじゃないのって。別にベースが他を圧迫してるけど、すごいセンターにだってギター置いてんだけどね。これで見た方がいいのかな、どうしよう。一回これで確認してもらった方がいいのかな。これで絶対聞こえ、これで見た方がいいんだよね。これでやっぱり結局犯罪になってるかもね。ちょっとなんかやだな、反射するで、やっぱりでもとにかくだから今だから真ん中にギターが置いてあって、で一番右側に、あ違う、真ん中が一番がギターで、ベースが左の、なんていうのかな、図で書いた方がいいのかな、これ。あ、これで書けばいいか。ギター、ベース、ドラム、コーラス、ボーカルか。こうなってんだよね。これでわかるね。この配置なんだよね、音の配置が。うん、こうしてるんだけど、一番なんかギター、ちょっと低音を一番強くしてるから、すっごい低音が聞こえるんだよね。もう、ここ圧迫してる。ボーカルとか圧迫してて。もう一回聞くかな。で、ベースを聞かしたいわけだからいいんだよね。ギターちっちゃ、あとは調整によって違うんだから、音の出し方が違うね、スピーカーの違いで。ベースが消えた途端に一気にボーカルが強くなってくるもんね。圧迫から立ててね。どうかな。すごいボーンってなるっていうかね、どうしても、ね、ブーンみたいな音の曲全体が。あ、でも聞かしたい、結局ベース聞かしたらいいのか、これで。まあいいか。じゃあこれ明日、じゃアニメーションと共にアップでね、明日夜で。
この曲は Everything Anything か、うん、あスペル違うじゃねえこれね。E じゃなくて A だよね。 A だもんね、うん、Everything Anything だね、うん、まあベースかな、やっぱりベースが聞かしたいんだよな、これとこ、やっぱりどうしても。よし。